Hey, what's up? 山本です。私は今関西空港第一ターミナルに来ております。本日は8月28日になりまして、私の自宅札幌ですけれども、札幌から関西空港までどうやって来たかというのは皆様方が忘れた頃に動画公開したいと思いますので、その時まで楽しみに待ってていただければと思います。まだまだ上げなきゃいけない動画があるんですけども、今回も時系列崩しさせていただきます。本日お届けする動画、フライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー、私山本が旅の情報、フライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日8月28日ということで、時系列崩してこの動画先に上げてるんですけれども、もうサムネとかで分かってますよね。本日8月28日は久しぶりに再会するあの日なんですよ。ピーチの国際線が久しぶりに再開するということで、利用する航空会社ピーチになりまして、行き先ソウルインチョン空港行きになります。なので今回の動画ではピーチの国際線再開初便に搭乗する様子をお届けしたいと思います。今第1ターミナルにおりますので、この後は第2ターミナルに向かおうかと思っております。ただ便が18時10分なんですよ。さすがに今から行ってもチェックインできないと思うんですよね。どうするかな、カードラウンジ行くか、どうするかな。この前ニュースやったんですけども、冬ダイヤから関西空港の国内線大きく変わるみたいなんですよね。動線も変わったりだとか、レストランエリアも変わったりだとか、いろいろ変わるみたいなので、先に一旦そちら紹介しようかな。なので今後大きく変わるということで、万博が2025年にありますので、国際線も大きく変わるみたいです。途中にこんな感じに変わりますよっていう紹介の、なんていうのかな、ポスター、タペストリー、なんて言ったらいいかわからないけど、バナーみたいなのがありましたので、そちら紹介しつつ、時間になったら第2ターミナルに移動していきたいと思います。ちなみに私、ピーチの国際線乗るの初めてになります。果たしてどんなフライトになるのでしょうか。それではまずは第1ターミナルの中に行きたいと思います。それでは中入りましょうか。今日8月28日なんですけども、めちゃくちゃ涼しいわ。もっと本州暑くて、もううだるような暑さで、道民の自分にはもう耐えられないのかなと思ったんですけども、めちゃくちゃ快適。ただちょっと風が強いぐらいで、風がなくても全く暑いなと思わせないような気温と湿度、そして超逆光、お許しください。マクドナルドの向かい、昔ツタヤあったところなんですけども、10月1日にここからファイン、ドラッグストアをオープンするということだったんですけども、ここ前何ありましたっけ、全然覚えてない。昔からここからファインだったのかな、ツタヤな、とそれすらも覚えてないですわ。こちらに新国内線エリアということで、ラウンジも今まで桜ラウンジ、ANA ラウンジ別々だったやつを一緒にするみたいです。雰囲気もすごくおしゃれじゃないですか。そしてフェーズ2、来年の冬、国際線出発エリア中央、ここも変わるみたいです。そして1年半後、2025年春、万博が行われる年の春に保安検査場だったりラウンジが変わるみたいなんですよね。正直関西空港のラウンジ、桜ラウンジも ANA ラウンジも他のラウンジもちょっとパッとしなかったんですけども、これがどう生まれ変わるか楽しみです。そして最後フェーズ4、2026年秋、これはもう万博終わった後にはなるんですけれども、国際線の出発エリア、南北商業施設がフルリニューアルということで、すごく変わりますよ。なのでターミナルビルの中もだいぶ変わってます。閉まってるお店もあるんですよ、リニューアルともなって。なのでそこを少し紹介したいと思います。今までお土産屋さんがあったエリアもご覧の通り完全に囲われております。反対側もそうですよね。でここに何だっけ、町屋工事でしたっけ、そんな感じの飲食店が連なっているエリアもあったんですけれども、そこも確か今なくなってるはずなんですよね。だってほら行けないじゃないですか。ご覧いただいている町屋工事は6月30日をもって全店閉店しましたということで、どう生まれ変わるのかな。3階と4階ではこれらのお店しかやってないんですよ。すごい少ないよね。お土産屋さんも今閉店になっているのでリニューアル工事中なんですよね。中に行けばちょこちょこブルースカイとかあるとは思うんですけれども、制限エリア外ではもうほとんどお店やってないと思っても過言ではないかもしれません。レストランの数が超少ないよね。コロナ禍も前線の時でも少なかったんですけど、その時と同じかな。ちなみに昔使えたプライオリティパスのボテジュ、あの店はなくなってしまいました。使えないのよな。あそこで食べるお好み焼きだとか3400円分お腹いっぱいになったりだとか、3000円ぐらいのステーキ一発勝負というところもあったので、その時代が懐かしいです。日本航空のカウンターも変わりましたよね。ジェットスターもこっちにあったりだとか、前はもっとあっちだったと思うんだよな。いろんなところが変わってます。日本航空側の保安検査の入り口こんな感じなのよ。全然違うね。向こうにあったファミマも多分今もうなくなってんじゃないかな。
これが保安検査通過後の制限エリア内にやっているお店です。お弁当も販売しているということで、今まではこのお弁当販売なかったと思うんですけども、いろいろ変わりすぎてびっくりだわ。やはりファミマも含めてこのエリアも何もなくなってますね。ここにジェットスターのカウンターがあって、その奥に日本航空のカウンターが昔あったんですけれども、やはり日本航空もジェットスターもチェックインカウンターの場所そのものが変わってしまったみたいです。日本航空のロゴもちょこっと見えてますよね。どんな感じに生まれ変わるのでしょうか。それではこの後は第2ターミナルの方に移動しましょう。その前にまだ少し時間あると思いますので、カードラウンジを出てから移動したいと思います。外に出てきたんですけども、やはり風が吹いてると涼しくて、今ちょうど吹き抜けみたい、吹き抜けじゃないな、風通しがいい場所なので風来てますけども、風が来ない場所だったらやっぱり道民の僕にとっては少し暑いなと思わせる気温です。27、8度ぐらいかな、30度は絶対ないとは思うんですけども、風があるとまあ心地いいね。ファミマここにあったっけな、全然知らねえ。エアロプラザはこっちから行けるのかな。お、行けるね。でもこっちから、あ、もう行けるか、大丈夫ですね。第2ターミナル行くバスもこっちから乗ることができます。カードラウンジ到着いたしました。ちなみにアメックスのカード使いませんのでご注意ください。2時間まで無料で使うことができます。ここのラウンジすげえなと思うのが、芝生ブースがあるんですよ。すごくないですか、キャンプしたかのような気分を味わうことができます。なおここは靴脱いで入りまして、複数名の場合はこういった広い個室使うことができます。だって1人の場合は使えないんですけれども、こういった芝生エリアだったり、あとはネットカフェにあるようなブース、そこも使うことができるんですよ。かなり綺麗でおすすめです。カードラウンジ後にしました。少し長いしすぎだな。おそらくもうチェックイン始まっていると思いますので、この後は第2ターミナル移動したいと思います。本日のフライト18時10分だったかな、18時台でもう4時前なんですよね。さすがにもうチェックインできるでしょ。グッタイミング、ちょうどバス来たところだわ。あれ通過しちゃった、マジか。ご利用のことにありがとうございます。今後中山駅の終点車通話でございます。お客様ご自身の安全のため手取り追加をお持ちください。まだバスの左右に大きく揺れる箇所ございます。キャリーケースなどは転がらないように注意してください。日大時間ですがよろしくお願いいたします。皆様お待たせいたしました。本日は関西国際空港をご利用くださいまして誠にありがとうございます。到着いたしました。国内線の前で降りたんですけども、今日は国際線です。あ、何名かもう僕と同じ韓国ソウル行きに乗られる方いるみたいですね。結構近いじゃん。ちなみにここ来るの僕人生で2回目になります。国際線はもちろん初めてなりますので、こっちなのかな、こっちなのかな、 あそこからもバス出るのか。めちゃくちゃ短い、歩いた方が早いな、あれだったら。国際線側到着いたしました。初めて入るよ。当たり前だけども結構並んでるね。今日の出発はもちろんソウルインチョン空港行きの1便のみになっております。3時40分に手続き開始ということなので、2時間半前に手続きが始まったみたいです。結構並んでるけども待つか。ここにいても仕方ないので、あれだ、国際線の出発の奥の方を紹介してからまたチェックインカウンター並び直そうかと思います。韓国入国にも諸条件が必要になるということもありますので、こちらのチェックインマシンでは今チェックインできません。すべて有人カウンターでの手続きになります。チェックインカウンターの奥の方に来たんですけれども、そこまで何かがあるわけではなさそうだね。今自販機ロッカー、手前には税関があったりだとか飲食店など今のところは一つも見つけられておりません。両替所があるんだけども、両替所はやってますね。韓国ウォン販売中となってます。こっちの方が出発口になっていて、ここら辺もソファーとガチャガチャがあるぐらいで、特に何かがあるというわけではないですね。これだったらまだ国内線の方がいろんなお店揃ってるんじゃないかなっていう気がします。ですね、やはり国際線の方はレストランショップありませんという看板ございました。国内線エリアにはフロントとセブンイレブン、アプローズ、この3店舗だけ営業しているみたいです。50人ぐらい並んでると思いますが、チェックイン並びます。並び始めてからおよそ30分経ちましたが、まだ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 
並んでる。なので20人ぐらいかな。あと10分から15分ぐらいで自分の番にはなるとは思うんですけれども、ちなみに僕が並んで始めた時よりも今の方が並んでます。ようやく先頭まで来た。はい、ありがとうございます。ジャスト20キロ。機内持ち込みも7キロ。ただこれに収まるわけがないのでポケットパンパンです。スタッフの方を購入。これやるの久しぶりだな。チェックイン完了しました。ピーチ国際線でも基本的には紙のペラペラタイプのレシートでめちゃくちゃ並んでたじゃないですか。ピーチの候補の方ともお話しさせていただいたんですけども、大体160人ぐらい乗ってて、そのうちの6割から7割かなが20代の方、そのうちさらに7割が女性の方ということで、本当に若い人いたので、僕みたいなおじさん、すごい仲間外れ感があるんですけども、なんか近くに僕と同じぐらいのおじさんがいたなと思ったら、なんかこんな方がいらっしゃったんですよね。おじさんです。僕もおじさんです。すいません。今は僕と小野田さん同じ35歳です。あ、そうなんですよ。僕6月生まれで、87年の。あれ、同じ世代でしたっけ？そうです。今更ながら。あ、そうですよ。はい。見た目は僕の方が圧倒的に上かもしれないですけども、小野田さんは一つ上なんです。なので、今は同じ35歳の小野田さんがいたよっていう話でした。ばったり会いました。そうですね、偶然ですからね。前回 FDA で、その前が FDA 結構あれ前ですね。でも最近のには思いますけどね。そうなんですよね。コロナ禍だったんですよ。確かに確かに。めっちゃ前かもしれないけども、そんな前じゃないっていう。よろしくお願いします。小野田さんと一緒に韓国ソウルに行ってきます。てなわけで小野田さんでした。別にあれですからね、何も打ち合わせもなく、たまたま誰かいるだろうなってちょっと思った自分がいたんですけども、小野田さんがいたよっていう話で知った。この後は保安検査あるんだけども、ちょっと探検してから行こうかな。こっちの方が到着口になってるみたいで、私ピーチの国際線乗るの実は初めてなんですよ。なので第2ターミナルの国際線エリア来るのも初めてで、何があるか全く分かりません。え、国際線到着ないじゃんと思ったんですけども、こういうことでした。ピーチ国際線フライトは第1ターミナルビルの到着になりますということだったので、おそらくこれ関西空港に到着してから今度国内線の機材として運用されるから、こういう使い方してるんじゃないかな。もし第2ターミナルに泊まってたら第1ターミナルから国内線出るのちょっと面倒だと思うので、おそらくそういう措置ではないかと思います。この後はもうここら辺何もないんですよ。お店も何も開いてないということもありますので、保安検査行きたいと思います。この後保安検査並びに出国審査行ってきます。保安検査出国審査完了しました。マジか、イベント始まってたよ。2012年5月にピーチが運航を始めた初の国際線で、ピーチの社員も非常に思い入れのある路線でございます。就航初日の感動は今でも忘れません。今回運航再開第1号の記念すべき路線にもなっております。改めて初心に戻りまして、安全を第一で心を込めて運航してまいります。9月の16日には大阪から台北、9月の22日は成田から台北路線の運航を再開いたします。さらに10月末からの冬ダイヤにおきましては、この大阪ソウル線は毎日2往復の運航を行います。それから羽田ソウル線も毎日運航を行う予定です。以降順次ピーチの国際線を再開してまいります。どうぞご期待ください。今日からの国際線運航再開を機に、我々も本格的な国際線の需要回復の一翼を担ってまいります。創業当初よりですね、気軽な移動手段、空飛ぶ電車として運航を続けてまいりました。今回ソウル線の再開により、再び日本と韓国を結びます。今日のソウルまでの飛行時間は約2時間と聞いております。大阪、この関西空港から札幌までも大体2時間なんですね。だから大阪から那覇については2時間を少し超えるフライトタイムでございます。でソウルはですね、大阪から非常に近い都市なんです。でコロナ前では何度でもですね、日本とソウルを行き来するお客様がたくさんおりました。一日も早くですね、そういう状況に戻ることを期待しております。あっという間の空の旅ではございますが、皆さんどうぞ久しぶりのソウルを十分に楽しんできてください。改めまして本日のご搭乗ありがとうございます。森さん、ありがとうございました。
本日は再開のお祝いにスペシャルゲストにお越しいただきました。関西エアポートグループ公式キャラクターのソラヤンと韓国観光公社のホ・ジュネさんにお越しいただきました。まずはソラヤンにいろいろ聞いてみようかなと思っています。ソラヤンは韓国に行ったことがありますか？行ったことがないとのことです。韓国に行ってみたいと思いますか？はい、ありがとうございます。今日は韓国観光公社の方から素敵なお知らせがあります。本日ご登場いただきます皆さんには、こちらのオソワチンチャコリアという冊子をこの後お渡しいたします。この冊子は初めての方でもリピーターの方でもお楽しみいただける韓国の今の旅行情報が載っています。今フォトフォトとして注目を浴びているトンスドン、カンナムドンというエリアの情報や K-POP、韓国ドラマなど韓国推しスポット情報なども掲載されております。改めましてインチョン線再開のお祝いに駆けつけてくれたソラヤン、そして韓国観光公社のホ・ジュネさん、ありがとうございました。抽選で3名様に関西インチョン線でご利用いただけるビーチポイント、今回はなんと1万円分をプレゼントさせていただきます。抽選方法に関してですが、ビーチといえばこちら、皆様ご存知旅くじですよね。こちらの旅くじカプセルの中から3つ選ばせていただきます。この中に座席番号が入っているので、座席番号を呼ばれたお客様は元気よく手を挙げていただけると、こちらからご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。ではまずお一人目の方、坂木さん選んでください。ではまず一人目のお客様は 6-F のお客様、いらっしゃいますでしょうか？手を挙げていただいてもよろしいでしょうか？おめでとうございます。最後にフォトセッションに移らせていただきます。セレモニー終わりました。もう少し早く行ってればなと思ったんだけども、しゃねえか。ちなみに制限エリア内、紹介した通りお店やっておりませんのでお気をつけください。いつオープンするかは分からんけども、しばらくはオープンしなそうだな。ここからファイン、薬局はやってる、やっぱり免税店もやってはいるけれども、食品関係とかないんじゃないかな。期限とかないものがもしかしたら売ってるんじゃないかなっていう気がします。化粧品であったり、あとはお酒もありますね。お酒でもほとんど化粧品ですね、ここら辺にあるのは。他のお店はやっておりません。なので関西空港第2ターミナル、特にビーチ使って出国近々予定されている方、気をつけてください。お店ご覧の通りほとんどやっておりません。こんな感じです。もう間もなく搭乗開始なんですけども、僕は一番最後にあります。小野田さんはもう列に並んで待ってる状況です。すごい並んでるわ。まだ搭乗始まってないんですけども、80人ぐらい並んでるんじゃないかな。今日だいたい160人ぐらい乗るっていうのを聞いたんですけれども、半分ぐらいは並んでますね。なので今日も一番最後に乗りたいと思います。すいません、ありがとうございます。行ってきます。お願いします。マスクだけお願いしていいですか？はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。行ってきます。
本日30の A 窓側一番後ろです。皆様改めましてこんばんは、 B へようこそ。この便は MM6009 便インチョン国際空港行きです。インチョン国際空港までの飛行時間は離陸後1時間と30分を予定しております。ご用の際にお気軽に客室乗務員に声をかけください。ご案内いたします。通信用の電波を発する携帯電話などの電子機器類の使用は目的地に到着するまで禁止されております。機内では必ずフライトモードなど電波の発信しない設定に切り替えてご使用ください。この便は全席禁煙です。通路化粧室も禁煙です。また電子タバコや加熱式タバコの使用は喫煙に含まれ機内では禁止されております。皆様の安全法に対するご理解ご協力をお願いいたします。キャビクルビシルフォテイカフ、皆様まもなく離陸いたします。シートベルトをしっかりと締めください。本日の機材エアバス320のセオになっております。ピーチネオも所有しているんですけれども本日はセオでの運航になっております。シートポケットの中はピーチケット袋に安全の指示、そして機内デジタルサービスの案内ということで、ここで機内食の注文であったりチケット購入、機内販売の商品購入、フライトマップの閲覧、ピーチライブ、そしてドラマなどの動画コンテンツを見ることができるみたいです。そして他に入っていたのがこちらピーチライブ、ピーチの機内紙が入っておりました。機内販売の商品もここに載っているみたいなんですよね。こういったスカーフキーホルダー、コーヒー、フラグメントケース、傘、お菓子が出てるんですね。他にももちろんドリンクなど販売しております。皆さんご存知の通りビーチは LCC ですので基本的に飲食物のサービスはございません。有料販売です。これ美味しそうだね、和歌山さんのポイント。他にはカップ麺だったりチーズリゾット、スナックなども入って買えるみたいです。そして窓の外を見てみるともうそこにも向かい側に抜けそうなところまでやってまいりました。あっという間だねここまで。続きまして本日いただいた記念品、こちらを紹介いたします。中に入っていたものは3つございます。まず1つ目、ピーチのオリジナルのポーチに中ボールペンです。こちらが1点。そしてもう1つ、韓国観光公社からいただいたメモ帳になります。そしてもう1つ、サーチです。これはおそわちんちゃコリア。おそわってなんだろう、読めるんだけども意味がわからない。開けてみましょうか。楽しさと驚きいっぱいの韓国へということでここに記載しております。皆さんこれ覚えてくださいね。今ソウルインチョン空港からソウル市内まで行く方法が出てます。一般列車、これ各駅停車なんですけども、これはこの金額で行くことができます。本日ピーチは第一ターミナルに到着しますので、ソウル駅まで4250ウォン、大体430円で行くことができるんですけれども、下見てみると直通列車っていうのがあるんですよ。
直通レジェント9500もだいたい1000円ぐらいで行くことができるんですけれども、皆さんこれ覚えてください。以前動画で公開したんですけれども、 KK デーというサイトから直通列車のチケットが販売されております。だいたい日本円で600円から700円ぐらいなので、もし直通列車でソウル駅まで向かう方は KK デー使ってみてください。ちなみにこの KK デー紹介から入ると少しお得なポイントもゲットできるみたいなので、詳しくは以前の動画をご覧ください。なお直通列車は車両も豪華です。一般列車に関してはロングシートタイプになっております。直通列車はそもそも乗ってるお客さんも少ないですし、クロスシートで座席もゆったりしております。そして到着時間も早いんですよ。第一ターミナルからだと43分で直通列車の場合は到着いたします。一般列車の場合はだいたい1時間くらいかかります。覚えておいてください。本でここのエリアいいよね。僕も本で1区、空港からの列車も本で1区の駅に止まります。ここは全然廃れてないです。韓国の方も本では普通に来る場所なので、美味しいお店からおしゃれなお店までいっぱいあるね。ヨンナ初めて聞いたな。ちなみに今回何するか全く決まってないんですよね。なのでこれ見ながら今回韓国で何するか決めるってのも悪くないですね。ソンスト、ハンナムと、いろんなお店あるわ。あ、いいねいいね、ヒーリングスポット。私も行ったことないところがここにはいろいろ紹介されております。これいいね、この冊子。ドラマのロケ地とかも、あ、出たユッケ通り。私も以前カンジャンシジャンでユッケ食べたんですけども、これで大体2000円くらいかな。マジで美味しいですよ。あとタッカンマリ、これはねマジでうまい。鶏肉の出汁がものすごく効いてるのすごくて、日本の水炊きが好きな方はこれはね間違いないと思うよ。今回は何食べようかな。フレンチにも良さそうなんで、わー、プサンも紹介されております。カンデンだったり、あとチョンジュ、ここも紹介されております。どうです、皆さん韓国行きたくなりました？僕は今からも楽しみで楽しみでたまらない状態が続いております。以上、記念品の紹介でした。機内デジタルサービスについて紹介したいと思います。接続方法ですが、まずピーチの Wi-Fi を選んでいただきまして、この QR コードを読み込んでいただくか、inflight.flypeach.com これを読み込むと時価面が変わりまして、利用規約を確認した後アンケートということで年代と性別に答えます。冒頭でも話したんですけども、今日のフライトは20代の方が6割ぐらい占めているという、なかなか異質な光景が広がっているようなフライトです。私30代少数派です。ほとんどが20代、6割が20代で、そのうちの7割が女性という珍しいフライトになっております。この中でいろいろと商品購入したりすることもできますが、最初にまず広告が表示されるみたいです。広告が見終わった後は機内食、チケット、グッズ販売、動画、フライトマップを見ることができます。機内食も先ほど紹介した通りです。鶏飯雑炊、これも美味しそうだね。チーズリゾットも美味しそうだし、炙り牛スープ、お肉入ってるのか、すごいね。カップヌードルやカレー蒸し、あとはおつまみ用のお菓子などなども売っているみたいです。いいね、お腹空いてるけど今日はちょっと混み合ってるっていうのもありますので、控えておこうかな。お菓子も販売してます。他には飲み物はこんな感じです。他にデザートもあるの？あ、残念、デザートは販売は好みではないということでした。1回1回このように広告表示されてしまいますので、5秒だけ皆さん広告お付き合いください。交通指定、あ、この便で販売ないのか。もしこれが大阪関西空港着だったら、ラピートのチケットとかももしかしたら売ってるのかもしれません。グッズ販売です。思ってる以上にいろんな商品売ってるんですね。化粧品とかもありますし、食品もありますし、え、すごい、たこ焼き缶だって、どんなのか。あとはピンチのオリジナルグッズが販売されております。思った以上にピンチグッズをたくさん揃ってます。
ができます。なのでピーチのフライト一番最長は今の段階では札幌沖縄間なので、もし札幌沖縄間に乗っても飽きずに済むんじゃないかなと。本数としてはそこまで多くありませんのでお気をつけください。そしてフライトマップです。ただ今どこを飛行しているんでしょうか。日本海上空を飛行しております。今日はこんなルートでソウルインチョン空港に向かうみたいです。ちなみに機内販売の商品購入する場合、搭乗機の QR コードスキャンするっていうところがあるんですけれども、事前にクレジットカードを紐付けておくと財布でも出さなくても確か決済できるはずなんですよね。このシステムマジで便利。試しに機内販売の商品の決済の手前のところまで行ってみたんですけれども、残念ながらクレジットカード払いといいますか、事前に僕登録してたんですけれども、それがうまく反映されていなかったみたいですね。なのでこのような場合は支払い方法現金に限られるみたいです。なんだかやけにコード下がってるなと思ったらもうこんなところでした。結構早く着きそうな感じがします。ここからは韓国入国に関する情報をお届けしたいと思います。おそらく今後日本と同様に条件付きかどうかは分かりませんけども、韓国でも入国時の PCR 検査なくなるんじゃないかなという予想はしておりますが、今の段階ではまだ PCR 検査が必要なんですよね。以前韓国行ったのが7月17日大韓航空のフライトで札幌から行ったんですけれども、あ、そう余談ですがこの便運休になっちゃいました。悲しい。そしてその際と同じで今も入国の際には PCR 検査必要なんですよね。以前の動画でもお話ししたんですけども、私今回とって木下グループの PCR 検査を受けました。しかもこれ無料です。無料検査なので、もし今後韓国に行きたいだけど入国前の PCR 検査まだあるからどこで PCR 検査受けようと迷われた方、これで全然問題ないですよ。一応韓国政府としては PCR 検査の場合は出発48時間以内であったり、あとは PCR 検査の中に生年月日かパスポート番号含まれてなきゃダメだよっていう通達はあるんですけれども、実際はこれで OK です。以前大韓航空乗った際も木下グループの無料検査で行けましたし、今回のピーチ便も木下グループの無料検査で行けました。基本的には東京都内であれば都民の方じゃなくても誰でも無料で受けられて、かつ英語の海外渡航用の検査証明書発行してもらえるんですけども、他の都道府県はもしかしたら有料だったりすると思うんですよね。一応北海道の札幌または新千歳空港にある木下グループでは海外渡航用は無料では受けられません。2900円だったかな、大体3000円ぐらいにプラス1000円の手数料を払うことによって海外渡航用の検査を受けられますが、必ずしもそれを発行する必要はありません。なぜなら私これで今日も前回も乗ってますので。なので皆さん、もし韓国行きたいだけど入国前に PCR 必要だよっていう状況になった場合は無料の検査活用してみてください。検査代にお金払わなくても払った分の金額で韓国で美味しいものいっぱい食べられますからね。皆さんもう一度言います。韓国入国の際に必要な PCR 検査は木下グループの至って普通の無料の検査で全く問題ございません。だいぶ日も落ちてきました。到着前だと20分ぐらいだとは思うんですけども、まだシートベルトサインはついておりません。今日は韓国、今ちょうどシートベルトサインがつきました。今日の韓国は天気が良さそうです。先ほどアナウンスがありまして気温23度ということでした。札幌と同じくらいかな。そこまで暑くないので嬉しいわ。皆様、時は最終の着陸態勢に入りました。この席にお戻りになりシートベルトを締めください。インチョン国際空港に着陸いたしました。通常にございますシートベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めたままでお待ちください。
これより全ての電子機器類がご使用になりますが、引き続き携帯電話での通話はご遠慮ください。到着後上の棚を開ける際は手荷物が滑り出る場合がありますので十分ご注意ください。またただいまのお時間にシートポケット内、お座席周り、携帯電話やイヤホン、パスポート、お土産などお忘れ物がないか今一度ご確認ください。機内での新型コロナウイルス感染拡大防止のため、飛行機を降りられる際には前のお客様と適度な距離を空けてお降りください。またこの先もどうぞ新型コロナウイルスの感染防止にご留意してお過ごしください。次もビーチのフライトで皆様のご搭乗をお待ちしております。本日のご搭乗ありがとうございました。今日はおおきに。ありがとうございました。ありがとうございました。ここ3ヶ月で3回目の入国なんだけども、急行度の便一番並んでるわ。今まではもうサクッと通れたんですけども、結構並んでるね。逆に紙急行度ない人の方が早く進みそうなぐらい。どっちの方が早いんだろうか。Q コードの方めちゃくちゃ並んだけども、やっぱり Q コード、 QR コードをただピッとかざすだけで OK なので、紙の方々よりも早く終わりました。なので皆さん観光客行く際、 Q コード必要な場合はぜひ事前に登録してから行くことをお勧めします。もし持ってないといろんな書類提出したりだとか、5分くらいかかるみたいですね。 Q コード1分って書いてるんですけども、1分もかかないと思います。20秒ぐらいで終わります。何年ぶりだろうこれ乗るの。久しぶりだわ。韓国入国、この後は今の段階のルールだと到着後1日以内に PCR 検査を受けなきゃいけないよということなので、外に検査場ございますので、あの方と一緒に行ってまいります。よろしくお願いします。空港の外にある PCR 検査場ですが、一旦外出てください。7番の出口から出たんですけれども、出てまずは横断歩道を渡ってください。突き当たり右と左どちらにもあります。テスト会場ですが西東あります。どっちでも OK だと思います。西にしますか。なので本日は西の検査場に行こうと思います。すぐそこ検査場、めちゃくちゃ近い。到着者は8万ウォンで検査受けることができます。どこかに書いてるはずなんだけども、書いてないね。あ、書いた、ありました。テストコスト、アライバルスって書いてるんですけども、8万ウォンです。だいたい日本円で8000円ちょっとで受けることができます。それでは行ってきます。PCR 検査終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。何回言ってもグリグリ嫌じゃないですか。嫌ですね。慣れないですね。慣れないですよね、うん、もう日本帰る際はこれいらなくなるので、韓国来る時もこのグリグリが早くなくなってくれることを信じてたいと思います。ね、本日はピーチのフライトを使いまして大阪関西空港からやってまいりました。偶然小野田さんがいらして、もう一つ偶然一番後ろの座席一緒だったんですよ。あ、そうです。あ、なのであのごめんなさい、通路側だったんで、はい、あの外側の風景をちょっと後でデータいただくということでありがとうございます。いい。なので正直な話で言うと、僕座席のアサイン見てて、数日前にいっぱい空席があるのに誰かアサインしたっていうのが見えちゃって、え、誰よと思ったらまさかの小野田さんだったって。びっくりですわ。一番後ろのは取れなかった、はい、なので僕も今回動画出しますけれども、小野田さんもまたいつにやるか分かりませんけども動画出すということで、僕が取れなかった今回のフライトの奥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 の方まで小野田さんの動画では撮影してると思いますので、いや、そんなにしてないと思う。そんなにハードル上げすぎました。あ、そう、ハードル上げすぎです、はい。一つ言うのは、僕が撮れてない部分も小野田さん撮ってるのはもう間違いありませんので、小野田さんの動画もぜひご覧いただければなと。見てください、はい、思います。久しぶりですもんね、ピーチの国際線再開したのも。そうですね、2年半ぶりとか。そうです、一時期なんか台北とかはね、飛ばしたみたいなんですけど、まあ、ここからやっていくという感じで、まあ、いろいろね、ピーチの人もおしゃべりもできてよかったですね、うんうんうん。
そうですね、僕も動画では映してないんですけど、ピーチの広報の方とずっとお話しさせていただいておりまして、3名の方と名刺交換させていただきましたので、今後何があるか分かりませんけども、僕の今後の動画もご期待いただければと思います。ピーチはこの後関西から台北であったり、あとは東京羽田空港からソウルインチョン空港に便再開ということになりますので、台湾はまだしばらく日本人入ることは観光ではできないとは思うんですけども、韓国は入れますし、今後羽田深夜便ではあるんですけれども再開して、弾丸韓国ソウル旅とかそういったのもできます。4時について夜の10時に出発するという超弾丸いつ寝るのっていうやったことありますか？いや若い時はね、そんなのも乗ってたりしましたけども、ね、昔韓国がバニラエアとか変な時間になりましたね。飛ばしててさすがにでもそれ妻と乗った時はちょっとこれきついねみたいなって感じだったんですけど、超深夜便なので、あとはもうジップエアだったり韓国の LCC など組み合わせ使えたり、あとは僕も以前の動画でお伝えしたんですけども、韓国ソウル発見結構チケット安いです。年末年始もまだ10万円台でヨーロッパ行ける、しかも11万12万円台でヨーロッパ行けるチケットありますので、その乗り継ぎとかに再就航する羽田空港からソウルインチョン行きの深夜便使ってみたらいかがでしょうか。別ギアになってしまいますので少し大変かもしれませんけども、値段をぐっと抑えることができます。どん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 これから海外旅行行ける世の中に戻っていきますので、皆さんもぜひ自分の目そして自分の耳、いろんな五感を使って感じてください。この失われた2年間を取り戻すのは今しかないと思いますので、旅行系 YouTuber にとって失われた 2,3 年間ですね。そうですね、確実に。なので我々もね、いろいろちょっとこれから乗ってきてっていうので、はい、もちろん見ていただいている皆さんに、はい、ぜひ足を運んでいただいて、ね、そうですね、今回のピーチのフライトも160人ぐらい乗っておりましたので、搭乗率もかなり高かったです。でもなんであんなに人が乗ってたかってちょっと疑問なんだけど、はい、だって韓国の LCC とかも韓国から出てたりするので、あ確かに思わなかったですか？あ確かにそうですね、乗ってる客層の方々はほとんど6割ぐらいが20代の方だったんですよね。で女性がそのうち7割ということで、僕の予想だともしかしたらやっぱ日本のピーチだっていう安心感、日本が通じるっていう安心感だったり、あのブランドに対するイメージなのかな。やっぱりあるんですかね、そういったところもね、なんですかね、値段だけじゃなくて、あまり気にしないですよね値段。僕はあんまり正直あの値段ですよ、ね、見ることが多いん で, ですよ、ね、であの全然気にしないんですけども、やっぱでもそうやって気にされてる方も多いんだなって一応ビザなしがあの8月までなんで、駆け込みで行かれた方がいるのかなみたいな、それもありますね。やっぱりビザ取れなくても東京もすごい大変な状況ですし、大阪もなかなか取れないというのが続いてるみたいなので、それで、ね、ビザあるんであれですけど、僕ビザなし組なんで、そうなんですね、9月からはまだ分かんないですよね、まだ。そうですね、チェジュ島が確か継続といいますか、チェジュ島だけだったらできるみたいなっていうのを僕聞いたことがあって、そうなんですね、確か、はい、ソウルはどうなるんだろうな、わかんない。でもやる、まあ、多分やるでしょう、ね、うん、そうですね、なんだかんだ、はい、やってくれることを祈りたいと思います。本当に今の季節韓国涼しくて東京よりも涼しいんじゃないかな、うん、皆さん、ね、秋ですね、そうですね、もう虫のいい鳴き声が聞こえてきてるので、ね、もういい季節ですわ。それでは今回は関西空港からソウルインチョン空港まで小野田さんと一緒にピーチの再開所便で行ってまいりました。今後小野田さんの動画ピーチ今日が公開されますので、そちらもぜひ、まあ、言わなくても皆さんご覧いただくと思いますけども、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんぜひチャンネル登録して旅行先も味わいましょう。その際のリフェ皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッターインスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。